先生だより見え6月号。今回の内容は、大切な命と暮らしを守る行動を、迫り来る大雨台風への備え、三重県土砂災害情報提供システムなどについてご紹介します。風水被害は例年全国各地で発生し、その激しさも増しています。今回は気象情報を発表する気象台の仕事を紹介し、大雨などから命と暮らしを守る行動を考えます。台風や前線による大雨で土砂災害や浸水害、河川の氾濫が全国各地で発生しています。甚大な被害が出た時に原因としてよく耳にする言葉が線状降水帯です。令和2年7月豪雨や令和4年8月に新潟県などの各地で発生した豪雨災害でも線状降水帯が発生しました。また今月6月2日には線状降水帯が発生したことをお知らせする顕著な大雨に関する気象情報が県内で初めて発表されました。線状降水帯について津地方気象台の予報官福田さんに解説してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。線状降水帯という言葉、最近耳にするようになりましたが、はいはい、そもそもどういった状態のことなんでしょうか。はい、こちらにですね、線状降水帯が発生した時の、雨雲の状況を、映しています。令和2年7月4日の、九州、熊本県、中心に大きな災害が発生した、事例となっています。この赤丸で囲まれた部分が線状降水帯として判定されている地域で、こういった状況がですね、数時間続くことが結構あるんですけれども、そういったことによって土砂災害とか河川の増水や氾濫、それから低い土地の浸水等の災害が起こる可能性が急激に高まるということが多くあります。そういった時に命を守る行動を取っていただく必要があるというところになります。こちらにですね、線状降水帯の代表的な発生メカニズムの模式図を示しています。海上を中心にですね、大量の暖かく湿った空気の流入が持続します。それによってですね、局地的な前線とか地形などの影響で空気が持ち上がって雲が発生します。その雲、発生した雲がですね、大気の不安定な状況になりますと積乱雲まで発達します。その発達した積乱雲が上空の風の影響で流されまして、次第に線状に並んでくるようになります。そういった状況になりますと、線状の強い降水機が形成されて線状降水帯が形成されてくるというふうになります。津地方気象台のお仕事を少しだけご紹介します。津地方気象台は津駅から東の方に歩いておよそ15分のところにあります。それでは観測機器について加藤さんに案内してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこちらはどういった場所でしょうか。はい、こちらはですね、路上という場所でして、いろいろ機械が並んでると思うんですけども、はい、ここでですね、津の気温とか湿度、あとは降水量とかを測っている場所になります。こちらはですね、降水量を測る機械になります。でこの中にですね、シーソーのような形をしたマスが入ってまして、でそのマスに 0.5 ミリの降水量がたまるとカタッと1回倒れるといった仕組みになってます。で1回倒れると 0.5 ミリの降水量で、もう1回 0.5 ミリ倒れて2回倒れると1ミリといったような形で、点灯する回数で降水量を測っております。こちらの機械は気温とですね、湿度を測っている機械になります。ですね、日射の影響を受けないように筒で覆われてまして、その中に温度計と湿度計が入っております。音が何か聞こえてきますよね。そうですね、これファンが回ってまして、空気が淀まないようにですね、空気循環させながら気温と湿度を測っているという仕組みになります。こちら積雪計でして、雪が降る時期になると、こちら観測機器を電源入れて動かしております。で仕組みはですね、こちらからレーザーが出ます。でここにレーザーが照射されるんですけども、ここに雪が積もると、そのレーザーによって雪の深さを測るといった仕組みになっております。今年1月には津市内でも大雪となりましたけど、はいはいはい、その際はじゃあ結構積もっていたんですか。はい、津の積雪のデータはここで測ったデータになりますので、ここの積雪がニュースで流れてたといったことになります。
さあ加藤さん、気象台から少し離れたところにやってきましたが、はい、どうしてでしょう。はい、こちらではより良い観測データを得るために風向風速と日照の方を測っております。で、向かって右側に見えるくるくるプロペラが回っていると思うんですけども、あちらで風向風速のデータを、で、左側の下に突き出た機械の方で日照時間の方を測っております。通知法気象台を含め県内20カ所から気象データを収集しています。こちらが、普段私たちが、予報作業とか行っている現場の部屋になります。はい、いろんなパソコンやモニターがありますけど、皆さん、はい、どういったことされているんですか。先ほど、路上とかご覧になったと思うんですけど、ああいったところの観測したデータとかを全部東京の本庁にまずデータを集めます。で、東京の本庁にスーパーコンピューターが回りまして、そちらの方で数値予報といって予報を計算して予想するわけなんですよね。その予報数値予報が必ずしも当たるとはわけではありませんので、適宜修正して予報として発表している。あと、注意報とか警報とかそういった防災気象情報もこちらの方で全て発表しています。番組をご覧の皆さんも津地方気象台を見学できる機会があります。お天気フェアを8月22日火曜日に津地方気象台で3年ぶりに対面形式で開催します。気象や地震の実験、防災グッズの作成、気象者による地震の体験などができ、楽しみながら気象と防災について学べます。また10月22日日曜日には関東大震災から100年ということで、地震をテーマとした防災講演会を三重大学で開催予定です。詳細については1ヶ月ほど前に津地方気象台のホームページに掲載する案内をご覧いただきお申し込みください。これから梅雨前線や台風などにより大雨の発生しやすい季節となります。いざ大雨となった時に慌てないように、普段から自治体等が作成しているハザードマップや避難所等への経路を確認していただくことが重要です。大雨注意報や大雨警報が発表された場合には、身近に迫る危険度を確認するために気象庁ホームページ等で公開しているキキクル危険度分布等を確認していただき、災害に対する備えや命を守る行動を取っていただきたいと思います。災害から命を守るために一番大切なことは自らの判断で避難することです。大雨の際には市庁から避難情報などが発令されます。災害発生の危険度と住民の方々が取るべき行動を警戒レベル1から5までの5段階で表しており、数字が大きくなるほど危険度が高くなります。高齢者など避難に時間のかかる方は警戒レベル3、高齢者等避難で避難してください。また警戒レベル4、避難指示が発令された場合は必ず全員が避難するようお願いします。災害が発生してから避難していては間に合いません。気象台から発表される防災気象情報や市庁から発令される避難情報を踏まえ、自らの判断で早めの避難をしてください。県内の土砂災害に関する情報が確認できるシステム、三重県土砂災害情報提供システムを紹介します。三重県土砂災害情報提供システムと検索、または二次元コードからアクセスしてください。気象・土砂災害危険度情報欄では、雨が降り出した時にいつ・どこが危険なのかが分かります。色によって危険度が分かるようになっています。情報を確認し早めの避難を心がけてください。画面を下にスクロールし、土砂災害警戒区域マップをクリックまたはタップすると、土砂災害の危険がある土地が黄色と赤色で表示され一目で分かります。三重県土砂災害情報提供システムを使って、私が今いる場所が土砂災害警戒区域かどうか調べていきます。詳しいことは防災砂防課の奥田さんに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今自分のスマホで、
三重県土砂災害情報提供システムのページ開きましたが、ここからどうしましょう。はいはい、今回開いていただくのが、下の方でスライドしていただいてですね、はい、この土砂災害マップというです、ね、はい、タップしていただく、はい、タップします。お、地図が出てきました、はい、で今表示されているのが、三重県全域がこう映っているんですけども、この右下に GPS というのがあります、ね、はい、GPS 押していただいて許可を押していただきます。そうしますと今立っている場所の情報が出てきますね。この赤いピンマークのところが現在地ですね。はい、そうなります。私は今職場の近くにいるんですけども、はい、この地図に表示されている赤色と黄色、どういうものでしょうか。はい、まず黄色が土砂災害警戒区域です。赤色が土砂災害特別警戒区域となります。となってきますと、はい、この辺りがもう赤いエリアになってくるんですね。はい、そうなります。こんなに近いところに危険な場所があるなんて知りませんでした。まあ、見ていただくと思ってもないところが意外とそういう区域になっていたりしますので、ぜひとも皆さんには確認していただければなと思います。職場にいる時だったり、ね、自宅以外の時にもその大雨への備え必要ですし、雨の時にもここにはもうなるべく近づかないようにするっていうのも大切ですね。そうですね。常日頃ご自分が行動されている範囲、おっしゃっていたように職場とかご自宅の周辺ですね、危険な箇所がないかというのをぜひ確認していただきたいと思います。津市内の市街地に移動してきました。こちらでも土砂災害警戒区域マップを使って現在地の状況を調べていきます。マップを見た感じですと、私たちが今いる場所の近くにレッドゾーン、イエローゾーンがありますね。土砂災害の危険性がある区域については、普段ご自身が行動されている範囲についてあらかじめ確認していただくことが非常に大切になると思います。このような情報をあらかじめ知っておくことで、大雨などの際早めに避難することができたり、避難経路を考える際に役立てたりできます。自宅や職場の近く、通勤通学路、親類宅などに警戒区域がないか確認してみてください。三重県からのお知らせです。小中学生の皆さんに土砂災害やその防止について理解と関心を深めてもらうため、土砂災害防止に関する絵画作文を募集します。募集期間は9月15日金曜日までです。次回7月1日発行の県政だより三重7月号は、未来のために今私たちができること、みんなで推進地球温暖化対策について特集します。今月は伊勢茶ティーバッグ4袋セットを3人の方にプレゼント。番組キーワードをチェックして、はがき、ファックス、番組ホームページからご応募ください。